はい、はじめは工具とプラグ、今回こっちのやつもね交換します。4つ、これ今回はこっちはね黒く焼けちゃってるんで1番下げて BPR5HS というのを入れます。あとはこれね、あとソケットはねこういうプラグ用のやつは少しこういう深いやつでこうはまらないと抜けないんですよ。で通常ねここにマグネットがついてこうちゃんとホールドしてくれるやつがあるんですけど、まあ、今回はないのでこれを使います。本当はここゴムとかマグネットでピチッとこう落ちてこないやつを用意すると一番いいですね。であとはラチェットレンチで、回していきますから、これそれからまあなんか見慣れるといけないんでこういうトレーには入れましょう。あとブラシね、ちょっとこれは金ブラシよりちょっと弱いけど、あと CRC、 日本だと CRC、 こちら WD40 でちょっと磨いて使えるんだったら今のやつを使えば大丈夫です。あとは手袋、電気のところで感電するといけないので一応ちゃんと手袋をしてやってください。